も。ビンテキューブ1回戦やってきましょう。先手、マリガンなし。白マナはドローで引いてきましょう。島を置いて、北クシア派の調査。相手の手札は、島に、沼に、敏感、闇の聖眼、苦悶の触手。ストームデッキですね。でも分回りってわけじゃなさそう。多分ストーム、って言ってますから、大成功デッキではない感じですかね。手札確認してエンドです。相手島を置いてエンド。島セットして、こうあれのものあさり。相手ターン。沼セット。印鑑置いてエンドですね。お、カウンター良いですね。物あさり殴って手札回転。ドローはフェッチ。除去いらなそうなのでバリスタ捨てました。青黒フェッチセット、見てない土地ですね。ギルランサーチ、私も青白のギルランかデュアランが欲しかった。フェッチ置いて。物あさり殴って。ドローの前にフェッチで平地サーチ。グーティングします。島切りましょうか。振動ジェイスを置いてエンドです。沼セット。闇の聖眼キャスト。ここでもう対抗呪文切っちゃいます。ひとまずジェイス起動。氷の中の存在捨てる。土地置いて。ジェイスマイナス起動。ギタ超フラッシュバックします。ライフでお支払い。相手手札は、島、沼、アンシー、モノリス、テンドリル。大丈夫そうですね。モノアサリパンチ。ルーティング誘発。島引いて。どの道ゲドンで土地吹っ飛ばすし、そんなに大きく打てないので、スフィンクスのケージ捨てます。月の賢者タミオを召喚。プラス起動。印鑑をタップ封印。ここで相手投了です。さて、サイドですが、あんまりサイドないかな。ついでで取ってあった思考停止は入れて良いかも。相手が勝手にストーム稼いでくれそうですし。代わりにコンマジ外します。生物ほとんどいないでしょう。これで2本目いきます。後手、キープします。早速サイドインした思考停止引いてますね。活躍できるかな。両者マリガンなし。相手のギタ超、手札確認されました。水蓮の花を待機。沼をセット。今回は結構回ってますね。こちらもいいカード引けました。フェッチ置いて。モックスルビー置いて、思考停止構えてエンドです。水蓮待機残りに。島セット。陰謀団の儀式で黒3つ。ネクロポーテンス。対応できないので通すしかない。ネクロでライフを払ってライブラリトップを追放。追放したカードはエンドの開始時に手札に加わります。
要するにライフ1点払えばカード1枚引ける。その代わりドローステップが飛ぶので通常ドローがなくなります。ベッチを使って圧縮。島しかないので島サーチ。エンドに6枚手札に加える。そのままクリーンナップで2枚ディスカード。捨てたカードはネクロのデメリットで追放されます。島とアカデミーの廃墟が追放されました。島セット。こうなったら思考停止に頑張ってもらうしかありませんね。水蓮待機残り1。ボーラスの占い師エトバでトップ3枚からインスタントかソーサリーをサーチ。見つけられなかったみたいです。フェッチセット。即切ってサーチ。アンダーグラウンドシーサーチ。黒出して、島とアンシー戻して紛失。ライオンの瞳のダイヤモンド。暗黒の儀式で黒3つに。青黒印鑑を設置。フィルターして青黒マナ。デモニックチューターキャスト。ここまでいくつ唱えましたっけ。占い師、紛失、ライオン、儀式、印鑑、デモ中で6つ唱えてますか。これ思考停止打てば勝てるのでは。ストームロックと合わせてライブラリを21枚削ります。相手ライブラリ22、9エルドラージなければ勝ってると思います。あったら仕方ないってことで。解決してきます。 F6 で優先権放棄。誘発ないですね。エルドラージはないっぽい。ここで相手投了。対戦ありがとうございました。